お疲れちゃんスロットです。今日はですね、こちらのメガナイトスケバレコカツですねをやっていこうと思うんですけど、前にもね、多分ここのプリンスの枠がヤリゴブリンで、まあ、これがね、ヤリゴブリンの方がもともとね存在するテンプレートって言われるデッキなんですけど、最近ね、こちらはプリンス型が流行ってます。ヤリゴブリンをプリンスにした方が増えてきてます。というわけで今日はね、こちらをやっていこうと思うんですけど、まあね、範囲攻撃に、範囲攻撃の最強頂点メガナイト、小物に強いメガナイトと、まだ、ね、単体に強いプリンスが、合わさってるっていうので、言ったら、理論上最強で、あと空ね、インドラとあと小物でなんとかするっていう感じの編成になっています。というわけでやっていくんですけど、前にも多分話したと思うんですけど、最近 iPhone XR を購入いたしました。はい、前 iPhone8 使ってたんですけど、カメラ機能が壊れてたんですよねそんなことあるっていう感じなんですけど、カメラ機能壊れてて、マジで写真撮れないっていう、まず これね、経験したことある方多分少ないと思うんですけど、写真撮れないと思ってる以上に辛いです。ご飯とか写真も撮れないし、みんなでなんかあった時も撮れないし、なんか思ってる以上に写真撮れないのが苦しいです。あと、いろいろあって、携帯変えたんですけど、変えたからこそ、最近っていうか、その今、これをしようと思ってることがあるんですけど、インスタをね、なんかみんなやってるじゃないですか、インスタ。なんかクラロの、ラットの、インスタアカを作ろうかなと思ってるんですけど、なんか、どうしようかなっていうのをすごい思って、なんかみんなやってるっていうか、最近、誰がやってるか、ポロンさんがやってて、あと、ケンツもやってるっしょ、もともと。で、ライキさんが始めて、また、キュウキョウさんとかかな。やってるんですけど、なんかやりたいなと思ってはいるんですけど、なんかやってもツイッターでいいかなっていうのと、なんかめんどくさくなるよなっていうのと、っていう感じにも迷ってるんですけど、こんな多分迷ってるとか言ってはいるんですけど、多分ねやるんで多分やるんでね、インスタね、マジで多分やりますので、ぜひ見ていただきたいっていうか、ぜひ多分僕インスタ始めたらツイッターで言うんで、インスタ始めましたってフォローしてくださいって言うんでね、ぜひそちらもねフォローしていただくか、たまに見ていただけるといいなと思います。ちなみにまだ始めてはいませんでここまで言っといて始めない可能性もあります。はい、そんな始める必要があるかなっていうのでちょっと悩んでます。始めたいんですけど、始めなくてもいいかなっていう思いと葛藤してます。はい。ってなわけで、明日からですね、この動画撮ってる明日からじゃないな、この動画が多分上がるのがちょっと遅いんで、この動画が上がってる時には僕多分いるんですけど、あちらに、韓国にね。今回なんか韓国に、なんか言っていいのか、言っていいとは思うんですけど、なんか、僕らポノスの、その、人たちが撮ってくれた、会社が撮ってくれた僕らの生活する場所が、なんか、えぐいんですよね、えぐい。前住んでたとこもえぐよかったんですけど、なんかがあるって言ってたんですよね。なんかめちゃくちゃ多分えぐいみたいなんで、多分そのね、もうえぐいとしか言ってない、その様子も多分上がると思うんで、ぜひね。YouTube かな、それ上がるか。ツイートもすると思うんですけど、それもぜひ Twitter かインスタかぜひね、確認してみてください、マジで。えぐいんで、ちょっと具体的なことはね、ちょっとね、まだ言わないでおこうと思います。隠すわけじゃないんですけど、なんかまだ誰も言ってないんで言わない方がいいかなっていうやつですね。なんで韓国生活は若干楽しみではあるんですけど、日本食食べれないのが辛いですね。僕つけ麺がマジで好きなんですよ。つけ麺食ったことありますかね、皆さん。多分食べたことない方は結構いると思うんですよ。僕もつけ麺食べたことない民だったんですよ。マジで岡山に実家なんですけど、岡山に住んでた時に、つけ麺屋と読むのがまずないから、普通に食べてラーメンだし、ラーメン屋につけ麺があったのかもしれないんですけど、多分ラーメンしか食ってなかったんですけど、東京に来て、東京に来る機会があって、で、ケンツとかですね、結構お世話になってる時に、ケンツがつけ麺屋に連れてってくれて、そしてそこのね、つけ麺屋にハマったと言いますか、つけ麺にハマって、今じゃもう一番好きな食べ物はって聞かれた時に、
あのつけ麺って答えるぐらいもう今ねめちゃくちゃ好きなんですけど、なんであのこの今今日ねこの動画を撮ってるのがつけ麺じゃねえよ、韓国行く前日なんですけど、なんでちょっとね夜にって言いますか、わざわざちょっと駅から離れてるんですけど、遠いんですけど、ちょっと 2,30 分かけてそのつけ麺を食べに行こうかなと思ってますっていうぐらいめちゃくちゃ美味しいつけ麺があるんで、それも多分ねインスタ始めたら多分インスタに載っけると思うんで、ぜひ見てもらいたいと思いますね。これ痛えな、待ってギャング間に合う、うわーペッカの射程伸びてる、下方と言われて強化されたペッカ、おつらい、ヒールの真逆、下方と言われ強化されるペッカに比べ、強化と言われ下方されるヒール、このね差がひどいですね。早く戻してほしいですね。だけで相手ペッカディーガっぽいかな、ペッカ D が削って、ペッカバルーンとかかもしれん、ペッカと小物なんで、ペッカバルーン説はありますけども、まあ、とりあえずメガナイト出しちゃったらペッカはされちゃうんで、メガナイトは出さずに他でね回していきます。で基本的に守ってそのユニットの前に端前でスケバレつけるイメージですかね。いや多分ペッカバルーンだと思うんですよね。でもどうしてもすることがなかった時に、これインドラ咲いたらもしバルーンだった時に来るんで、インドラ咲かずに回しつつ、ここはね、まあ、とりあえず守ってきます。あと1500守れるかな、守れるか分かんないんですけど、正直守ったら勝ちなんで、まあ、とりあえずザップ打って基本引きこもり気味で、あ白引きか、なるほどね。ってことはバルーンはないんで、もうインドラも出しちゃいます。あーインドラ読みコウモリかな、まあでもみたいなとこありますね。これ守っていてー、俺のゴブリンが誘拐された、まあまあこのあまりにスキャバレつけて、こういうことしとけば相手結構苦しいね。あまりに飛ばすだけですね。でディガーはタワーから、キングのタワーから殴られない位置に置くことによって結構ねこのダメージが大事になってきます。でここは480多分どうせ削られると思うんで、守りすぎない程度に多分ディガー来ますね。ディガー来た瞬間振り虫なんですけど、来ない場合は守る、でしっかり攻めて、インドラもここで飛ばしてあげることによってこのインドラが相手のペッカを処理してくれますね。オッケーオッケー、このインドラが相手のペッカを処理してくれて、しっかりディガーでタワー削りつつ、これ最後にたまたまディガー当てて勝ち、よし。オッケーオッケー、まあまあそうです、相手がペッカだった場合にケツメガナイトするとケツペッカ合わされるだけなんで、さすがにねそれはよろしくないですね。なんでそういう時はできるだけケツメガナイトはせずに他でねなんか回していきたいですね。もしケツペッカ先にされちゃった場合は、まあシャアなしでメガナイト合わせるか、ケツからインド組むか、インドラ出して多分ペッカの後ろにエレキが来ると思うんですけど、そこをねメガナイトで踏むかスケバレ蓋するかみたいな感じでエレキにインドラを殴らせないようにすると、まあ、ケツペックされても困んないようになりますよ。よろしく。これ、ハイゼンバーグ、ハイゼンベルクか、結構、有名な、ヒーゼンバーグとかもしんないんですけど、結構有名なやつですね。よろしく。なんで、結構ケツペックされると厄介なんですけど、言うてなんか、防衛できるユニットも多いんで、よいしょ。なんとか逃げますね。ケツペッカに対して、ケツメガナイトはでも一番悪臭だなと思ってますね。逆サイプリンスギャングとかで攻めてもいいですけどね。相手がタルババとかなら。はい。だけで。これやば。あ、これやばい。ミスった。今ディガー、僕がすいません。ディガー出したつもりだったんですけど、メガナイトは、相手がいっぱい攻めてきた時に出すのもいいんですけど、それ以外で出しちゃうと、結構餌化してしまうんで良くないです。あー、これ多分ネクストザップが回んねえか。これちょっと、ザップ取れると怖いんですけど、はい、まあ、スケバレが優秀ですね。コウモリとか、ガゴムレとかも覚えできるんで。はい、というわけで、相手のデッキはガゴガゴ、あー、ジャイか。ん?バルーン?ジャイガゴガゴバルーンディガーかな。ディガーはあったので。あ、これちょっとやだな。プリンスでタゲ取りつつ、オッケーオッケー。陸行きが多分僕の予想だとスケだと思うんですけど、まあスケがピョンって出てくるギャングか。待って、ガゴガゴギャングディガーバルーン。さっきも小物
なんだこれ、わかんないですよ。とりあえずスケバレ飛ばして、あーラバか、なるほどね。ラバあーラバレーガンゴ、なるほどね。ルイス DR っていう人がよく使ってるデッキですね。これスケバレ使ったんで、これ分かってるとここにあれしてきますね、ガゴムで追加してきますね。まあでもザップでも打って、これインドラ処理されると結構やばいですね。いやこれ止まんないっすね、嫌な雨が辛い。なんでここは守れないんで、もう守らずに逆サイ攻めて1コールいきますね。でワンチャン始まりガゴムで来るんで、スケバレ2からのオッケーオッケー、これもザップ打ってあげて、よいしょ、オッケー。でこの、いやあ、小物多い、小物多い、小物多い。嫌な雨だったんで、でも陸がスケアメとギャングで今両方咲いた。オッケーオッケーオッケー。待って、俺のギャング、早い早い。うわぁ、ちょっと厄介ですね。オッケー、でも、言うて全然切る、全然切る。嫌な雨咲いたんで、これでもスケアメがあるから、ザップはワンテンポ待って、お願い、刺さって、オッケー来た。オッケー、で、問題はラフルな形を組まれると僕は守れない説があるので、逆サイを攻める構え、これもインドラ出しちゃって、スケアミも出しちゃ、あーなるほどね、それはうまい。でもプリンスがカトゥーン、オッケー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 、いいよ、いい流れいい流れいい流れ。問題はこの小物大量、ザップ打っちゃっていいな。あ、なんか出た、おいしいおいしいおいしい。これ多分読み嫌な雨とか来そうですね。インドラ出して、オッケーオッケーオッケー。嫌な雨だけなんで、インブラが相手は苦しそうっすね。ふーっとわけで、ガゴムレが多分また来るかもなんで、スケバレ出しつつ、あはー、これは厄介。ここで使っちゃうとそうっすね、このガゴムレに無双されちゃいますね。でも、陸行き相手もう一枚出さないとそういけないんで、出してくるっしょ。インブラ出して、あはー、やばい。これやばい。スケバレ蓋して、リガ押さえつつ、やばい。トインドラ2周目ぐらい欲しいかも。やばい。ザップが早すぎたけど、セーフ。ふー、これやばいっすね、マジで。あ、この3が5は、オッケーオッケー。全然全然いい。これぐらいない。オッケーオッケー。たまたまタイミングいい。オッケー、バルーンの爆破ならいい。爆破だけならいい。爆破だけならいい。爆破だけならいいのと、メガナイトで踏む。よし、オッケー。来た。相手今勝ちに来たから、ここ勝ちに行きたいですね、ここ。で真ん中バルーンされると正直止まんないんで、もう今なりに攻めたいっすね、マジ、僕的には。で、スキャーミにザップ打って、スキャーミにザップ打ちたいから、ここには打てないんですけど、やばい、待ってー、やばい、終わる、終わる。内側？よいしょ。OK、耐える。耐える。真ん中バルーン来ないでと祈って、バルーン飛ばして、来た。速さ勝負。やばい、これ爆破で終わるんで、いやー負けたかな、お願いやめてー、負けたこれはこれ勝ちたい、勝ちたいっちゃ勝ちたいけどな、ちょっときついかも。ガゴ胸だけだといいんすけど、ガゴガゴってなると、空のね、ガゴガゴに勝てるのが、なんだろう、結構ガゴが勝てないですね、ガゴに対して。なガゴだけならいいんすけど、スケバレプラスもなんかで処理できるんですけど、このガゴガゴにしいると意外とちょっと止まんなかったっすね。でも勝てないこともそうでしたね。なんか、プリンスが、スケアミとギャングで、抑えられやすかったんで、プリンスを僕出しすぎてたイメージがありましたね。なんで、結構メガナイトと、この小物で回してよかったかなと思いますね。プリンスあんま出さない方がよかったっすね。多分僕的には、はい、なんで、だから相手が結構陸受けめっちゃ豊富だったら、プリンスあんま出さない方がいいかもっすね。プリンスが刺さるなら全然いいんですけどね。相手がバルキリーとかなら。はい。で、逆に相手が、個体系ですね、バルキリーとかプリンスが多いならば、メガナイトあんま出さずにカードを回すみたいなのも、はい、大事になってくると思いますね。そこが僕はちょっと甘かったですね。はい、というわけで今日はね、こんな感じで最後負けちゃったんですけど、ぜひこちらね、なんかやりゴブ版もあるんですけど、まあ、やりゴブ版も強いんですけど、メガナイトが、まあ、どうだろう、やりゴブ版より意外とプリンス版の方がやっててしっくりくる方も多分多いと思うんで、ぜひ試してみてくださいという感じで、よければね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。